はい、動画をご覧の皆様こんにちは、こんばんは。いつしか6歳です。今回もやってまいりましたシムズ6歳人生劇場なんですけど、右上見てください。ドラグヌフは食中毒で病気です。彼が回復するには十分な休養が必要です。十分な睡眠をとり長時間経っていることを避ければ彼はすぐに回復するでしょうということで、シムズ2シリーズね、6歳人生劇場始まって以来初めて病気になりました。病気中です。これどうなっちゃうのかな。成績はね少し良くなってるんだけど、どうすればいいのかな。病気、あ、ファーストキスをする願望なんて出してる、エロいね。まあなんか病気をね治さなきゃいけないということで、思い出のとこになる、ある、あるかな。どこだっけ、思い出。人になったばっかりだね。病気になったっていうのはカップラーメンを焦がした、これだいぶ前のやつだね。気絶した。スーパートミコを入手した、あ、これあれか、実家にいた頃の思い出も全部詰まってる。詰まってるって言い方変か、まあいいや。はい、ということでね、なんか今回の話、開幕早々ドラグノフが病気になってしまったと。まあ、前回ね、街に出かけた後ちょっと無理な状況でね、そのまま通学して帰ってきて、一晩開けたところ、開けるか開けないかってところでね、こんな状況ですよ。さあ、とりあえず状態は、まあ、少しずつ回復してるけど、さっき病気になったって時にさ、ドラグノフあれ変なもん食べてなかった。ちょっと後で V 見てみよう。さあ、そして病気になって十分な休養が必要ですと言われたけども、スキルもね上げていきたいんだよ。なのでちょっとご病気のとこ申し訳ないんだけど、まず食事をね、食事をとったら鏡でスピーチの練習しよっか。ロマンスの練習ってこれこっちにしよっかね。ロマンスの練習で魅力が上がるのかどうか、ちょっとねその出っ腹で魅力も減ったくれもないのかもしれないけど、モテなきゃね、毎回言ってる気がするこれ。さあ、今日のご飯は何だい。早朝の6時だからね。ちょっとなんかパソコン今バグってなかった、パソコンなんかバグってるよこれ。ちょっとパソコンこれなんかウイルスにやられてんじゃないこれ。まあいっか、まあいいや、自分のじゃないしね、もう携帯ゲーム機買ったからパソコンでゲームしないし。ちょ待って、冷蔵庫邪魔。さあ、ちょっとその病気でね痩せないかな。ダメな痩せ方。ダメな痩せ方。病気になって痩せないかなみたいな。さあ、ということで状態がねだいぶ良くなってきましたよね。さあ、ペット鳥かごを飼うとかね、コーペと遊ぶとか。アシュリー、コーペって懐かしいな。あ、スーパートミコをね実家でもう飼ってすぐに回収されてからペットらしいペットに会ってないもんね。さあ、あと38時間で学期末試験です。じゃあ魅力の練習しよう。めっちゃオバマ踊ってんね、煙ってっけど。煙ってっけど踊ってる。さあ、じゃあスピーチの練習です。あ、上がるねスキル。さあ、ロマンスの練習、同じスピーチの練習でもロマンスの練習だからね。ロマンスの練習、きっとお腹が太くなる。あ、臭い人来た。適当な歌のことはスルーですということで早送り。はい、ということでね、ドラグノフは反射するガラスの鏡から魅力スキル1ポイントを獲得しましたということで、メーターがいっぱいになってない気がするんだけど、もうすでに2本目いってるってこと。あ、いってるね。1個スキル上がった。じゃあこのまま2までいっちゃおう。いいね、季節は秋だからね、芸術の秋だからスキルがぐいぐい上がる。
さあもうちょっとでよし来た魅力スキル2ポイント。じゃあもうこのまんま課題クリアのために創作スキルも上げよう、絵を描く練習をするね。やっぱ成績はいい状態でいたいからね。でレポートも書かないといけないのか。あっちゃジュナごめんむせた。とりあえず歌ってみた的な。あっちゃジュナ。さあすごいねこの地平線、なんもない。さて絵を描く練習、ど素人のドラケンはどんな絵を描くでしょう。とりあえずスキルが1ポイント上がればいいからね。さ、下書きかな、下書きの段階かな。ぐいぐい上がるでしょスキルメーター。やっぱりスキルを上げるなら秋だね。でも今までシムズシリーズやってきて、ん？シムズ3はプレステか。シムズ3の時もあったかな、式ってあったか、あったっぽいな。でもちろんシムズ4、シムズ4はシーズンない気がすんな。今ね、もう一つの新6歳人生劇場をやってるけど、そういえばなかったような気がするな。なんていうシーズンの話でした。さあもうちょっとでスキルが上がるぞ。心地よさがちょっと下がってるね。次の学校何時？18時。あ、余裕あるね。 OK。 じゃあね、絵はちょっと時間かかるからここで止めて、でレポート、よしレポート書こう。学期末レポート、これが芸術です。ドラグノフはインディペンデントエクスプレッションスキルポイント1ポイントだって読めないよもうそんな長い片言。さあ今回は真面目にスキル上げと、レポートに取り掛かってます。じゃあもうレポートはちょっと早送りで飛ばそっか。ではあレポートもさすが秋にやるのがいいんだね。モヒカンめっちゃこっち見てるよ。ではレポート完成まで飛ばしていきたいと思います。はい、ドラグノフは先延ばしと注意3万という双子の悪魔を任して学期末レポートを仕上げました。これで今学期のドラグノフの成績は上がるでしょう。オッケーオッケー。はい、また成績がねマックスですね。順調。あとはもう自由に過ごしていいよ。あとはもう自由に過ごそう。でとりあえずなんか病気だとかって言ってるけど、全然なんか病気っぽい気配がないよね。これどこ向かってんだろう。目的がないけど、ん？目的が出てないけどトイレに行った。あ、もしかして吐いてる。あ、やっぱり病気なんだ。大丈夫？ちょっとそれどこで見ればいいんだ。今はそんなことする気分ではありません。後にしてくださいだって。レンチーニン、誰だこのおっさん。学生ではないよねこれ。学生というかおじいちゃんだよねこの人。おじいちゃんはないし、サウザーだよ君は。さあどうしよう。病気なんか薬とか買えないのかな。あいつは振る舞うんだ。サウザーどっか行ったわ。サウザー学生なのかなあれ。ちょっと電話ストリーキングをする。ストリーキングをするってそれさっきのやつじゃないの。さっきってあの変なやつじゃないの。サービス、ちょ電話して病院とか行けないのかな。ガーデニングクラブ、バーテンダー、ベビーシッター、メイド、修理業者、出会いサービス、害虫駆除業者、庭師。あ、ないね。サービスではない。なんか薬とか緊急ではないか。消防署、警察署だもんね。うん、違う。ないのかな。
なんか前ね、実家に行った時は怪しい占い師みたいな人がね、怪しい薬を売ってくれたことがあるから、とりあえずクロテレビ消した。とりあえずクローズと喋ると見せかけて、あ、ないね、ない。じゃあもう十分な休養を取るしかないんだわ。さあちょっとドラグノフ任せで動かしてみようか。そんなこんなしてるうちにね、あと29時間で学期末試験なんだよね。24時間が1日だから、もう1日と5時間しかない。あー気分悪いね。あーダメダメ、そんなの食べたらダメ、煙ってっから。せっかく寮長さんがさ、美味しい料理作って、美味しいのかどうかわかんないけど料理作ってくれてるから、やめよこれ食べない。下に行けばあるから、これホットケーキ、多分誰かの食べ草し多分誰かの食べ草し。あら、若き日の6歳のヘアスタイルがいる。あ、もともとかドゥーヒース、牛さん牛さんがいる。え牛さん、あれ一応女なんだ。変わった人いるな。また来たよマコーリー、前も来たよね。ダメだな、相変わらず牛見てるよこっち。私呼ばれたんだけど早く話しかけてくれないかしら、ゲームで遊びたいんだけどみたいな遠くで牛が見てる。あ、来た来た来た、枕叩きしてるあれはいつしかけ伝統の遊び。まさかこの牛が運命の人、ウォルター・ダグマ中の人わかんないからね。さあどうしたもんか、病気にはなるわ、牛はいるわね、試験はもうすぐだわ。お、来た牛とマコーリー仲悪くなった。あ、やばいやばい、そのポーズはやばい、ちょっとリビングストーンにかけるな。おえっつったよ。あ、心地よさ悪い、マックスだ。牛じゃない人に話しかけたよ。あ、1時間後に授業だって、参ったね。いや、これどうなっちゃうんでしょう、今回の6歳人生劇場。1時間後に授業とか言ってるけど、ちょ待って、向こうで大変なこと起きてるちょっとこれ何、これスプリンクラー壊れてっけど、あ、治った。あ、スプリンクラー壊れてるんじゃない、火事起きたのもしかして。ウォルター平行いた。さあ6歳はこの、あ、6歳じゃない、ドラグノフはこのまま授業に行くのかな。ゲップをされるだって、返した意外と合うんじゃないの君たち。あ、ダメだ、今のゲップで体調不良が、あー発狂しそうだ。さあこのまま通学するのか、寝るだって、今日は休むんだね。うん、もう学校に行く気分じゃないもんね。とりあえず今回は体調不良で学校を休んで、明日ね、試験までには体調治そう。治るのかな。はい、ということでね、今回もちょっとびっくりすることてんこ盛りの6歳人生劇場でしたけれども、体調不良のドラグノフ剣ね、回復するのか心配なところですが、今回はこの辺りで動画を締めていきたいと思います。ん？なんだ起きた。
大丈夫？大丈夫だね。はい、ということで、今回もご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。いつしか6歳でした。バイ。